株式会社ホテルオークラは日本のホテル運営グループの事業持株会社である。同社のグループが運営するザオクラ東京は日本では老舗ホテルとされており帝国ホテル東京、ホテルニューオータニとともにホテルの御三夜と称される。2015年10月1日よりホテルチェーン運営部門は子会社の株式会社。 大倉日光ホテルマネジメントに承継されたが、大倉ホテルズリゾーツの各ホテルについても、本校で記述する。ホテル大倉は、大倉喜八郎の長男で、大倉財閥の二代目である、大倉喜七郎によって設立された。公職追放により、帝国ホテルを離れた大倉は、日本国憲法の制定により、家族としての大偶も奪われる。しかし、 国内屈指の工芸家たちへ、日本の美をもって、諸外国の気品を迎えるホテルの理念を熱心に解き、その協力を得て、ホテル大ラを開業させた。明治以降の日本に存在したであろう、貴族の精神を証明するという野心と、最後の男爵としての意地により、帝国ホテルを超えるホテルをコンセプトに設立された、ホテルである。東京本館が、大倉邸の敷地に、 別館は、日本航空の創業者である、松方三郎邸の敷地を利用して作られた。初代社長は、野田岩次郎。また、敷地内には、日本の私立美術館の草分けである、大倉修古館八月会館があり、大倉家の収集物を博覧に供している。2008年5月30日に、以前から、提携関係にあったリーガロイヤルホテルを運営する。 株式会社ロイヤルホテルと戦略的業務提携を行い宿泊業務のセールスマーケティングを行う合弁会社の株式会社オレンジマーケティングサービスジャパンを同年6月に設立同年7月から運営を開始したしかし後に同社の株主はホテルオークラと JAL ホテルズの2社のみとなり2015年10月1日にホテルチェーン運営部門を 九州分割でジャルホテルズに統合、大倉日光ホテルマネジメントとなった。参加のチェーンである大倉ホテルズリゾーツは、国内ではホテル大倉東京をはじめ、札幌市、千葉市、浜松市、京都市,市、神戸市、福岡市、新潟市、海外にはアムステルダム、上海、ソウルなどにある。企業理念はベスト ACS としている。なお、 同様にホテルを展開する香川県の大倉ホテル、あるいは大阪府の大倉とは何ら関係がない。松井美きまでは日本官僚制総合辞典1868から2002よる。シティリゾート大倉フロンティアセレクション開業予定のホテルかつて運営、技術指導、またはチェーン加盟していた。 ホテルアムステルダムオークラガーデンホテル、上海シティリゾート開業予定のホテルかつて技術指導、またはチェーン加盟していたホテル2007年に大阪の船場吉茶で起きた牛肉の産地、偽装事件の際には素材の安定的な仕入れが保証できない場合、メニューから産地を限定する表現を緩めるようにしている。とコメントしていたにもかかわらず、 2013年11月7日、ホテルオークラの宇田健次上席執行役員、成瀬正春、取締役、鈴木隆太郎広報担当部長らは、消費者庁クラブにて、運営する13ホテルと関連会社3社の、レストランや、宴会場、ルームサービスなどにて提供した、計235品目の使用食材とメニュー表示が、 異なっていた信頼と期待を裏切ったことをお詫びすると発表した。これま虚偽の表示で販売された総数は契約38万6000食。販売額は契約8億7000万円にも上り、同社は利用を確認することができれば返金には応じるとしている。旧大蔵省の職員が国会審議中などで鉄や勤務を視聴者にて夜を明かす際に、 自虐的に、今夜は、ホテルオークラという冗談が語られる。ありがとうございます。